ヘルタ・ファンデルカデ・クデースはオランダの元陸上競技選手である。彼女は1948年に開催された1948年ドンドンオリンピックの女子400メートルリレー走で金メダルを獲得した。ヘルタ・クデースは1923年にロッテルダムで生まれた。結婚してファンデルカデ・クデース星となってからも陸上競技を続け、 ロンドンオリンピックのオランダ代表として出場することになった。ロンドンオリンピックでは80メートルハードル走、400メートルリレー走、総幅跳びの3種目に出場した。80メートルハードル走では予選を2位で通過したが、準決勝で2組の5位に終わって、決勝進出はできなかった。400メートルリレー走ではセニアスタットイコールでヨング、ネッティビツエールイコールティメール、 フランシナ・ブランカ君とチームを組んで、第三走者を任された。リレーの予選には11チームが出場し、出場チームを3組に分けて、各組の上位にチームが、決勝に進出する形式を取った。オランダ代表チームは47秒6の記録を出して、予選3組の1位となり、決勝に進んだ。決勝では47秒5の記録で1位となって、オランダ代表チームは、 金メダル獲得を果たした。26人の選手が出場した総幅飛びでは予選で5メートル44センチを飛んで5位に入り決勝に進んだ。予選の上位12選手が競った決勝では5メートル57センチと記録を伸ばしたもののわずか5センチの差で銅メダルを逃している。他の主要な競技会では1946年の ヨーロッパ陸上競技選手権大会の総幅飛びで5メートル67センチの記録を出して優勝し、400メートルリレー走でも優勝メンバーの一員となっている。ありがとうございます。